純粋にコンディションっていうのは いかがですか、当日迎えるまでの。何か怪我があったりとかそういうの。そうですね、試合の3週間前ぐらいに指を骨折してしまって、歩くのも激痛ぐらいで、練習とかも全然何もできないぐらいの怪我を負ってしまって、でまあそこでまあ試合に出るかちょっと考えた時期もあったんですけど、怪我してて、まあ優勝したらめちゃくちゃかっこいいなと思ったんで、それでまあある意味まあ、自分にとってまあこれは挑戦かなと思ったんで、まあ、出ることを決意しました。当日まではどれぐらいまで戻せたんですか、その歩けない状態から。そうです、 75% ぐらいは、うん、まあ、戻ってました。はい、でも言っても 75% なんです。そうですだから 100% の黒田斗真はあの大会ではまだ見せれてないです。はいなおさら期待ができますというところで、第一試合から、はい、振り返っていただきたいんですけど、1回戦、池田選手は相手どんな印象で感じてましたか。はい、そうですね、試合前はまあまあ身長が高くて、まあリーチもあって攻撃力がある選手なのかなっていう印象はずっと思ってました。作戦はズバリどんな感じで考えてましたか。そうですね、作戦はとりあえず、右回り絶対まっすぐ下がって結構池田選手の攻撃もらって結構やられてる選手が多かったので、とりあえず、右回り、とりあえず絶対に何があってもまっすぐ下がらずに右に回ろうっていうのだけ頭に入れてましたね。試合やってて想定してた以外の動きとかって相手はありました。想定してた以外の動きはあまりなかったんですけど、やっぱブロックが硬いなっていう印象がやっててありましたね。そんな連打は打ってこない選手やなっていうのはあったんで、まあその通り、まあ単発で、まあそうですね、僕53キロにしてはパンチとかも蹴りとかもすごく重かったです。で試合前からこう同じ階級の選手とやるって頭になかったんで、もう1個上の階級の選手とやるぐらいの気持ちでいたので、まあそこは大丈夫やったかなと思います。攻めの方ではどんなプランで行こうと考えてましたか。そうですね、一番最初にこう、まあ普段はもっと蹴り使って戦うんですけど、これ1回戦で最初蹴った時に足痛くて、まあ、折れちゃ足の指が折れてたんで、それでまあ痛いなって感じで、これはもう狙ってやりました。ドンピシャー。そうです。これはもうずっと練習してましたね。蹴りがあまり重いんですけど、速い選手ではないので、だから僕の方がスピードもあって、やっぱ昔からずっと僕はカウンターが得意なんで、これは絶対当たるかなと思ってました。あの一度ダウンを奪われたっていうのは、精神的には楽になりました。いや、そんなこともなかったですね。そうなんですね。やっぱりプレッシャーもあって、やっぱ倒すパンチ持ってるんで、やっぱ一発もらったら危ないなっていうのがあったんで、何も油断はできなかったですね。1ラウンドを経て、2ラウンド、はい、何か変えていこうとかそういうことっていうのはセコンドと話したりしたんでしょうか。そうですね、特に覚えてないです。まあそうですね、勝ちに行こうかなって感じで。距離っていうのはいかがでした。そうですね、特に距離潰されても僕はちょっと冷静で言えたんで、まあ全然その距離とかは全然問題なかったですから。もう1回戦めちゃくちゃ動き硬くてどうしようかなと思ってました。ご自身の動きがですね、はい、硬すぎて。それはもうやってて、もう分かりましたね。一回一ラウンド目からもう肩どうしようかなと思って。それはでもあれなんですね。体と心が違う状態だったんですね。そうですね。でこの時ブレイクで殴ってると思うんですけど、この時止められてないんですよね。ああなるほど。はい。注意されたんですけど。結構ありますよね。はい。止めるならしっかり止めないと。
ここですね。この最初にワンツー打って、まあ、あえてこれ飛び膝行くためにワンツー打ってるんですけど、ワンツーの時に頭下がってたんで、でそこでまあ飛び膝当たるなって感じで、あえて、はい、打ちました。それはもう、前の動きのワンツーで、もう癖として出てたんですね。そうですね、1ラウンド目から見てたりとか、まあ動画とかで見れたら結構頭下げるんで、でまあそこを、まあ、上叩いてから、で下からの攻撃、顔面膝蹴りを狙ってましたね。それはもう、だから、それこそ、試合前からの対策としてはあった。そうですね、飛び、そうですね、アッパとか結構練習してたんで、で今回、結構アッパとかも使っていけたんで、まあ、そうですね、ブロック硬い分、やっぱり頭をこう下げちゃう癖が多分あると思うん で、下からの攻撃は当たるなと思ったんで、そうですね、下からの攻撃は、練習というか頭にはずっと置いてました。あの1回戦、はい、試合中に動きが硬いっていう、はい、発言があったんですけど、それはもう1ラウンドの何回で感じてたんですか？始まった瞬間思いました。始まって最初攻撃打った時に、うわ今日動き悪いなと思って思ったんですけど、でも今回試合前からまあ、前回クラッシュのトーナメントに出場させてもらって、でまあ準決勝でベギン選手にまあ敗れてしまって、でそれにもかかわらずに今回こうやって大舞台の K1 でまたチャンスいただいて、でもうこれこのチャンス逃したらもう絶対チャンスこれから回ってこないだろうなと思ったんで、で1回戦まあ池田選手決まって、まあ、すごく僕の中ではやりにくくて一番まあ強い選手だなって思ったんですけど、僕はこれ負けたらもう格闘技から離れようかなって思ってて、でもう死んでもいいから、どんな試合終わってどんな体ボロボロになってもいいから、もう1回戦はとにかく死んでも勝ちに行ったろっていう気持ちはありました。まあ、あの勝ちに行くっていう勝ち方ってトーナメントを戦う上でいろいろな作戦があったと思うんですけど、はい、もう倒して勝つを念頭に置いてました、それとももうあのラウンド全部使ってでも勝つってどんなイメージで？そうですね、やっぱり K1 のリングなんで、やっぱ倒してなんぼと思うんですけど、でも僕はそうですね、どんな試合になってもいいから、もう、やっぱ橋本選手だったり松本選手とか三室選手とかやっぱり注目されてたと思うんですけど、もう見とけよって感じでずっと思ってました。まあもともと足の怪我があった状態で、はい、そこ以外でのダメージだったり、あとはさらに足がひどくなったりっていうのはいかがでした？そうですね、まあなんか僕なんかノーダメージみたいな多分イメージついてるからちょっと言いにくいんですけど、うん、親指が試合中にへっこんだんですよね、ほ1回戦で、ほ、はい、でも歩くのも痛くて、そうですね、多分ローキック蹴った時にカットされて、それで多分親指が怪我してしまって。ちなみにどのシーンとかって分かったりします？いや、分からないです。はい、でそれで痛めてて、でまあでもやるしかないんで、とりあえず、まあ、松本選手は、まあ、僕より多分格上っていう風に多分みんなに見られてると思うんで、うん、とりあえず全力でぶつかったろうかなと思ってました。1回戦絶対松本選手が上がってくるだろうなっていうのは、まあ、思っていたので、まあ、そこは予想通りかなっていう感じでした。大会前から対策っていうのもある程度は立てていた状態？はい、そうですね、あんまり対策とかは立ててないですかね。もう1回戦だけとりあえず見れたん で2回戦そうですね、そんなに立ててないですけど、もう自分がやりたいように戦っていこうかなっていう感じでした。まあ、作戦はないと、はい、特別ないということだったんですけど、どんな、でもしんどい試合にはなるやろうなとは思ってました。やっぱ松本選手は気持ちがすごく強くてガンガン前に来る選手なんで、やっぱ絶対松本選手、その試合の中で松本選手のその距離とかで戦う場面っていうのは絶対来るだろうなと思ったんで、しんどい試合になるだろうなとは思って、まあ、覚悟はしてました。選手としてはどう思ってました？松本選手動きとかそういう戦い方ですかね。はい、もうすごくアグレッシブで、
まあ、ガンガン前に来る選手だなという印象がありました。そこに関してあのどっちでも対応できるというあの戦前のとこでは、はい、距離を取ってもいけるし、それこそ打ち合いになったら打ち合いでもっていう自信を覗かしてましたけど、はい、実際これは肌交えてみて どっちで行ってやろうみたいなのって思ったりしました？いや特に何も考えてなかったです。もう必死でしたその場の対応ということです、はい、でも結構考えながら戦えてたんで良かったかなと思います、うん、ここはいかがですか？そうですね、ここは、まあ、狙ってやったわけじゃないんですけど、やっぱずっと練習してきたっていうか、まあ、このストレートだけは練習しないんですけど、ミドルからの返しでやったり、まあ、練習してたんで、それがまあとっさに多分出たかなって感じでしたね。1ラウンド終わっての感覚はいかがでしたか？そうですね、いけるなと思いました。うん、はい、それはどの面で？そうですね、もうやってみて僕が思ってたよりはもっとこう、なんていうんですかね、僕が思ってたのはもっとなんかやってる時より想像以上のことをやっぱ考えてたものを考えてたんで、そうですね、想像を範囲以内って感じだったんで、うん、2ラウンドからは絶対バンバン前に来るやろうなと思ってましたね。でも1回目も2回目もダウン奪ったんですけど、1個も目が死んでなくて、相当気持ち強いんやろうなっていうのはありましたね、試合中でも。やっぱり2回ダウン奪うとある程度出ます、はい、目には。そうですね、やっぱり1回ダウン取った時とかも多分目がちょっと動揺してる感じが多分みんな出ると思うんですけど、その松本選手はずっともう目がまっすぐっていうか、もうなんていうんですかね、表しにくいんですけど、気持ちが一つも折れてない感じの目をしてたんで、だから僕も変に前に行ったら危ないなっていうのはありましたね、最後まで。で、この時に今ミドル蹴ってローキック返ってきたんですよ。あ、これローキック絶対次返ってくるなっていうのがあったんで、ほんでこの時にもう一回ミドル蹴ったんですよ、わざと。なるほど。ほんで返ってきたんですよ、ローキック。これ合わせたんですよ、わざと。これはもう考えてやってました。まさしく、はい、まさしくなんですね。じゃあ池田選手と同じで試合の中で気づいた。そうですね、僕は結構そう作戦とかはあんまり立てないタイプなんで、うん、僕試合の中で修正していくって感じですね。なるほど、すごいですね。それがまたドンピシャにはまるんですね、はい、で結構僕その相手のセコンドの声とか結構聞いてるんですよ。はいはいはい。で今回その松本選手のセコンドの声とか、うん、すごく試合やりづらかったですね。あ、そうなんですね、はい、どういう部分でやりづらかったですか？やっぱ何々来るぞとか、うん、こう、まあ言う、いろ、まあ戦ったらそれは相手のセコンド陣営は多分そうやって言うと思うんですけど、何なんですかね、まあ多分なんていうんですかね、その何とも言えないですけど、そこはすごく上手いなと思いましたね、セコンドのこう、っていうんですかね。なるほど。まあでも、一人を、はい、一人を倒して、まあもちろん倒されるっていうところでは危機感はあったと思うんですけど、はい、でも、やっぱり気持ちは多少はどうでした？その試合全体を通して。そうですね、3ラウンドはまあ
結構なんていうんですかね、こうまあ取ってるっていうのはあったんで、まあでも一回その取ってるっていうのでラスト30秒でダウン取られて負けたこともあるので、まあそれがあったから、まあ、最後まで気は抜かなかったですね。それこそ積み重ねですよね、過去の、はい、まあ、1、2以上にもちろん相手が来るというのはもう分かりきった上で、はい、でその中でどんな戦いをしようと思いました。そうですね、もう2回ダウン取ってるんで、とりあえずまあ判定でここは行こうと思ってしまったんですけど、まあ、今思えば倒しきって切った方が良かったかなとは思いますかね。まあ、とはいえですもんね、勝負の世界ですから、はい、どっちを取るかっていうのは、まあここはもう決勝に向けて、うん、もう怪我はしないとこうと思いました、うん、多分これ見てる選手とか結構こうストレートうまいっていうイメージあると思うんですけど、多分松本選手とかフルでやってるから分かるかもしれないですけど、僕はストレートを当てるためにいろんなフェイントをこう対戦相手にしか分からないフェイントとかいろいろ入れてるんで、そうです、絶対こう何ですかね、多分それに次例えばやる選手とかいてもこうストレート警戒してくるかもしれないですけど、やっぱリングだったら全然違うと思うんでなるほど。やっぱ倒しているシーンがストレートだからそこに意識が行くんですけど、そこにたどり着くまでに散らしてるんですね、はい、そうですね、そうですね、いろんなもう細かいフェイントから何から何まで作ってからのあの攻撃なんで、はい、そしてそれは対峙してみないと伝わらない、はい、めちゃくちゃ厄介じゃないですか。そこは絶対にあると思いますまあさすがにこの3ラウンド終わった時点で判定を聞く前に結果は分かったと思うんですけど、はい、どうでしょう、残り1つっていう状況になって気はより引き締まりました。そうですね、もう、はい、この時からもう考えてましたね、あと1回やと思って、あとは純粋に松本選手から勝利したっていうところに関しては、そうですね、やっぱり周りにも松本選手強いとか結構言われてたりとか、まあ、周りの人も優勝候補やったりとか挙げられてたんで、まあそうですね、まあ、こう実力で証明できたのは良かったかなと思います。こう試合の前とかの会見とかこう前その前の違う階級 そのチャンピオンとかのこの予想とかであったり、やっぱ松本選手とまあ、欠場しちゃったんですけど、橋本選手の名前がやっぱりこう多くて、まあ、僕の名前とか出してるその選手は一人もいなかったんで、まずやっぱそういう中で、まあ、注目されてる中のその一人を、まあ、倒せてっていうか、まあそうですね、勝ててよかったかなと思います。あとは、先ほどと同様なんですけど、怪我の状況っていかがでした？はい、そうですね、2回戦終わった時はまあ、2回戦では一つも怪我はなかったですかね。1回戦の怪我がただちょっと痛いなって感じだったんですけど。あとは対戦相手のお話になりますが、はい、こちらも同様にもう三風呂選手が上がってるっていうのは分かってる状態だったと思うんですけど、はい、どうでしょう相手が三風呂選手っていうことに関しては。僕ずっとそのインタビューとかで言わせてもらったんですけど、三風呂選手とやったら僕は絶対勝てるって思ってたんで、それをずっと言ってたんですけど、ほんでまあ三浦選手が上がってきたんですけど、まあ、作戦とかは特にこれもなかったんですけど、まあ最後僕がやりたいようにやろうかなって思いました。でまあその決勝のその入場する前に、そのまあその僕のジムの代表にここで普通に勝っても何の意味もないって言われたんですよ。でここで倒して勝つのが本物のスターやって言われたんで、よし、ここでじゃあ倒して勝ったろうと思って、そうですね、それでまあ気合いさらに入って入場しましたね、うん、日本平和事務心斎橋
チームレパード。トーナメントっていうか、この1日3試合やったの初めてやったんで、なんかすごくなんかこの1日に3試合リングに上がるっていうのがなんか不思議でしたね。なんかもうなんていうんですかね、なんかもう、ああもう上がらなあかんのかみたいな感じでしたね。まあ、なかなかというか、ちょっと捕まってる時を思い出しました。なんかなんていうんですかね、こう縛られてるっていうか、こうなんか拘束に、そうですね、拘束されてる感じがありましたね、ちょっと。なかなかでも K1 選手3試合できる人って選ばれた人ですから、はい、そうですよね、うん、決勝に行くっていうだけでもすごいことですから、はい、まあ、三浦選手のこう得意っていうか、まあ、絶対勝てるなとは思ったんですけど、やっぱりなんといってもやっぱクラッシュのチャンピオンのベルトを持ってるっていう肩書きがあるんで、やっぱそれなりの覚悟は絶対持ってくるやろうなっていうのは思ってましたね。まあ倒す、はい、倒すっていうことをまた担当いてくれと思ってました、本当に。手応えはいかがでしょう、この一撃の。そうですね、まあ手応えはありましたね、うん、でまあこれ倒すにあたってこの試合もやっぱこうなった瞬間からプラン立てていってたんで、まあもうその通りにハマったかなって感じですかね。ちなみにその技術的な解説をいただくと、ここに関してはなぜこの一撃がこのように入ったかっていうのを教えていただいていいですか。そうですね、まあ、これはあんまりこの先に語ることなんですね。そうですね、三浦選手ともまたやるかもしれないので、ま、それ終わってからなるほど、はい、言わせてもらおうと思います。おお、もう分かってることなんですね。はい、おお、これはじゃあもう一度見られる可能性があると。はい、じゃあもうその想定していたことがドンピシャでハマったって。そうですね、はい。なるほど、どうでしょう、あとは何よりもこの優勝勝ち取った時の気持ちっていうのはいかがでしたか。なんか何なんですかね、まあ僕がずっとこうまず K1 に出て、まあこうメイン張るっていうのも一つの目標っていうか夢でもあったので、こうなんかリングに立って最後、そうですね、こう一人になってる時になんか、まあ、周り見渡した時に、今あの時こう小学校の時からずっとこう夢見てた舞台にこうやって最後メイン張ってこうやって立ってんねんなっていうのはリングの上で思ってましたね。感慨深い一言ですよね。神経は名物の銀テープを、はい、どんな気持ちで浴びてました。どんな気持ち、まあもうこの時からもうマイクのこと考えてました、ね、何言おうかなと思って。ちなみに少しでもそのマイクは想定し考えてはなかったんですか。いやもうあれですね、その試合する前からずっと家で考えてリハーサルしてました。はい、マイクの方はちなみに何点の出来でしたか。そうですね、ゼロ点ですね。なんかまあ言えることは言えたんですけど、めちゃくちゃ感じしまって。じゃあそっちも練習が必要。はい、そうですね、そっちの方が練習必要かもしれないですね。ありがとうございます。何よりも、まあ、先ほど話していただいたんですけど、はい、K1 のトーナメントで優勝したということに関しての気持ちを聞かせてください。まあ、前回 の、 そのクラッシュのトーナメントでそう負けてから、まあそうですね、みんなが休んで正月とかもずっとずっともう練習してて、もう格闘技以外何もしてこなかったっていうぐらいずっと格闘技にかけてきて、そうですね、この試合も決まってからもうずっとこの試合だけ見てて、もうこれで負けたら終わりやと思ってたんで、そうですね、ここでまあ優勝できたのは本当に良かったなって思ってます。取ったんですけど、もう次負けたらこれは何の意味もないので、
もうこっからもうずっと勝ち続けていこうかなと思ってます。なんで今まで以上に、そうですね、毎日毎日しこいて頑張ります。まあ、バンタム級 K1 では始まったばかりで、はい、で、やはりその K1 では頂点という人がいなかったはい、というところで、これからは追われる立場になりました。その点に関してはいかがでしょうか。そうですね、まあ僕の中では、まあ、特に追われるっていうその概念っていうのがあんまりないので、そうですね、もう常にもう挑戦者のつもりで、もうこれからもずっとどんな立場に立っても、そうですね、挑戦っていう気持ちは忘れずにやっていこうかなとは思ってます。準決勝1回戦とその手の内を明かしていただいたんですけど、はい。決勝に関してははい。まだ内緒だというとはい。ころで、それはもちろん次の試合があるといそううこでとです。すよはね。い。その舞台はどこで想定してますか？そうですね。やっぱクラッシュのベルトをかけて、まあ、やれるなら、まあ、やりたいなっていうのはあるんですけど、まあ、そうですね。まあ、もう日本人っていうか、僕の階級では、多分、そうですね。相手いないっていうか、そうですね。もう身風呂選手でやってしまったら、もう別に戦いたい選手っていうのはいないので、もっと、そう、今まで外国人とかの選手と戦ったことがないので、強い外国人呼んでもらって、まあ、その選手を、まあ、倒していけたらいいなと思ってます。始まったばかりのバンタム級、はい。今回のトーナメントを経て自分が成長できたことだったり、あとそういうプラスになったことっていうのはどんなものがありました？そうですね、やっぱり倒す力がついたのかなって思うのと、そのまあ倒す感覚だったりを、やっぱ今こう、なんて言うんですかね、今回3試合して、まあ体に染みついてると思うんで、そうですね、まあそれがトーナメントに出てよかったかなっていうのは思います。まさしくその言ってみたら、今回のトーナメント、トマ選手の試合以外でいうダウはい。ンシーンがないというはい。ところで、その客観的に見てもその53キロはやっぱ倒せないでしょうみたいなイメーはジもあるのを払拭したというか、そういう部分もあると思うんですけど、その点ご自身はどういうふうに考えてますか？そうですね、やっぱりまあ SNS とか見てても53キロのトーナメントとかおもんないとか、こんなカードクラッシュやとか、こういろんなコメントとかあった中で、そうですね、まあ僕だけこう、まあ、バンバン倒すことができて、まあバンタム級でもこう倒せるんやぞっていうところを、まあ、証明できたかなっていうのは思います。では最後になりますが、こちらカメラ目線でファンの皆さんへメッセージをお願いします。まず今回の K1 横浜大会、応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。まあ今回僕をずっと信じて、まあ、応援してくださった方には本当に感謝してます。で、これからはもっと皆さんがこう引くぐらいの KO をお見せしたいなと思ってるんで、まあ、よかったら僕についてきてください。